フェルッチオ・ランボルギーニは、イタリアの自動車、メーカー・アウトモビリ・ランボルギーニ SPA の設立者。フェルッチオ・ランボルギーニ1916年4月28日、ボローニャ市近くのレナッツォの裕福な農家に生まれる。家業には興味を持たず、幼い頃から機械好きで、工科大学に進学。卒業後の1939年に徴兵され、自動車部隊の配属となり、 イタリア植民地だったギリシャのロドス島に送られる。島では総督の運転手を務めた。1944年に捕虜となり戦後、除隊後は島で修理工場を営み、1946年33歳でイタリアに帰還した。帰国後は軍法室のトラックをもとにトラクターの製造販売を行う。1949年に ランボルギーニトラットリーチ社を設立。1963年、アウトモビリランボルギーニ SPA を設立し自動車の製造販売に乗り出す。ボリビアのクーデターに絡むトラクター売買契約のキャンセルから資金難に陥り、1971年、ランボルギーニトラットリーチ社を売却。アウトモビリランボルギーニ SPA の株の51%を、 手放し再建を図るも1972年に訪れたオイルショックにより、1974年に残りの49%も手放し自動車業界から引退。晩年は旅行中に一目ぼれした土地を購入し、人生最後にとワイン作りやバラの栽培に情熱を傾けていた。1993年2月20日、心臓発作で死去。76歳。 典型的なイタリアーノ。熱血感で、人情化で親分肌のフェルッチオを慕う者は多い。フェルッチオが自動車製造に進出するきっかけになった事件として以下のような俗説が伝わっている。エアコンとトラクターで当てたフェルッチオは憧れのフェラーリを購入。一度、温帯、エンゾに会って話をしたいと思い訪れたが、エンゾはフェルッチオを門前払い。 プライドを傷つけられたフェルッチオは、フェラーリ以上の車を作って見返してやると心に、誓った。トラクターの製造販売で財を成したフェルッチオは、当時のイタリア成金の例に漏れずフェラーリを購入。そのフェラーリが故障した際に、送られてきたパーツが、ランボルギーニトラットリーチ社で使っていた部品と同じ、上20倍の値段がついていたことに激怒。フェラーリに乗り込み苦情を言ったが、 成金のたわごとと花であしらわれ、自身で自動車の製造販売に乗り出すことを決意したのだ。よく知られている彼のモットーフェラーリを買う顧客をターゲットにアウトモビリランボルギーニ SPA を設立した。この俗説の真偽のほどは定かではないが、彼が若い頃から熱心なカーマニアで、一時はチューニングカーガレージの経営までしていた点や、当時のフェラーリストラダーレの品質は、 決して高くなかった点にもかかわらず、フェラーリの販売台数が年間5000台近い規模に膨らんでいた点などを考えれば全くの的外れとも言えず、事実を下地に多少ドラマチックに仕立てた伝説的俗説と言えるだろう。レースには出ないというシャゼも自身がレースで大怪我をしたことや、当時レースに興味を持っていた息子を刺激したくなかったということもあるが、 目指していたものが、フェラーリのようなレーシングスポーツカーではなく、快適で、高品質、高性能な GT だったからからである。エアコンメーカーでもあったので、いくら性能が良くても、暑さで、隣のご婦人のマスカラが取れてしまうような車はダメだ、と、全車にエアコンを用意した。2003年頃、日本の自動車雑誌、ジョン・ロックの企画で、漫画家の池澤聡氏が、 ランボルギーニ夫人のもとへ取材に赴いた際には、フェルッチオがエンツォにあしらわれたという俗説は、事実とは異なると夫人は否定している。彼女によると、フェルッチオがフェラーリのオーナーとなり、実際に使用した結果、その品質に疑問を持った点までは事実だが、工業機械メーカーのオーナーらしく、彼の考えた改善案を所管として、エンツォフェラーリに送ったが、 丁重な断りの返事が届いた。そのため、高級 GT の利益率が意外と高いことも合わせて、それなら、せっかくなので自分で商売としてやってみようと、一発奮起して、チャレンジした、というのが真相だそうである。また、フェルッチオは、俗説から非常に短期というイメージが強いが、夫人によると、短期ではあるものの暴力的な性質は、全くなく、単に、 チャレンジ精神旺盛で決断力に富んでいた。事実、部下からの提案も、闇雲に突っ跳ねるのではなく、当時のチーフエンジニア、ジャンパオロ・ダラーラから、ミッドシップにザ・スポーツカー、三浦開発を進言された時も、一旦は話を聞き腕を組んで考え、自分の自動車感とは違っていても、まあいい。どうせそんな車、売れないんだからと許容する、器の大きさがあった。 2019年、フェルッチオ・ランボルギーニの生涯を描いた映画、ランボルギーニ・ザ・レジェンドが公開予定。主演はアントニオ・バンデラス。ちなみに、取材場所は、ランボルギーニ家の経営する農場だったが、ランボルギーニ夫人は、白い LP400 を自分で運転して現れた。続説では、エンツォ本人が、直接、フェルッチオを馬鹿にしたように語られるが、 フェラーリとて必要ならば出荷先の要望により現地の放棄に応じた仕様変更や特別な顧客の要望に合わせた仕様での制作も行っているのでいくら何でも無限に断るとは考えがたい。ありがとうございます。